ラテンアメリカやっぱ、中があると思って、この、っていう音を出せなくて、じゃあ家で練習したのかと、一人で。なんか最初すかしてたから、なんか、涙出てきた。私が思ったのは、愛情表現の仕方も違う。うん。いやもうこれ全然違う。全然違うね。うん、なんか、スペイン行って、初めて海外行ってびっくりしたもん。なんか、え、そんなにテキエロムーチョって言うのみたいな。ああ。そうだね。あと南米、中南米とかスペインとかだったら、ハグもね、キスもするし、全然違うじゃん。どう感じた龍馬は。そうね、未だに覚えてるね。初めて、なんか子供の時、うん、何歳だったかな、高校生ぐらいかな、初めてアメリカに行ったのね。うん、お父さんの仕事のなんかで行ったの。うん、でお父さんの仕事のパーティーがあって、うん、そこでお父さんの、同僚、アメリカ人の女の人がハグしに来たの。でもハグの仕方習ってないから、なんか、ああ、ハローみたいな感じだったの覚えてる。そう。それで、そう。それ覚えてて。で、キスも、ニューヨークで大学行った時に、初めて、アカペラグループの友達、女の子の友達が、こうやってチュッてしてきて、なんか、みたいな。なんか、何なんか、俺のこと好きなのみたいな。勘違いしちゃう。勘違いしちゃうね。全然違うし、うん、すごいだからカルチャーショックが最初はあった。最初はちょっと分からなかったね。うん。そう。そんで、そのテキエロとか I love you とか、絶対みんな、まあ、カップルで言うのは当たり前だし、お父さんお母さんに絶対言うじゃん。電話でもさ、切る前に絶対 I love you って言うじゃん。うん。それって絶対日本じゃ言わない。言わない。言わないから、面白いなって思う。大好きだよーって言ったら、え、どうしたのみたいな。そう、ね。何かあった？怖い。そう、絶対言わないよね。そう、私も一番最初になんかハグ、ね、スペインでみんなハグするからハグされた時に、なんかもうハグの仕方わからないから、ね、なんかしかもやっぱり居心地が悪いじゃん最初は。なんかハグどうしたらいいみたいな。なんかそうだね、普通にこうすればいいのに、と背中トントンってしちゃったもん。日本人なんかトントンってするよね。そう最初にそのそうだね、スペインで出会ったアメリカ人の友達、まあ、女の子の友達なんだけど、あ、ミクいつもありがとうってハグされた時に、なんかハグ長いなみたいな、ハグこれどれぐらい続くのかなみたいなぐらいハグしてくれて、もうなんかめっちゃいいハグだったんだけど、一番最初はどうしたらいいかわからなくて、なんか、なんかどこまでくっつけるのかなみたいな。なんかこれぐらいみたいな、なんか、わかる、すごい考えたことある。そうやんな。そう。あと、ラテンアメリカやっぱ、中があると思って、音ある、この、っていう音を出せなくて、じゃあ家で練習したの、一人で。みたいな、なんかすごい練習した。そう。なんか最初すかしてたから、なんか、涙出てきた。そう。めっちゃおもろい。いや、私もした。さ、やっぱみんなするよね。やっぱみんなするんだ。だってさ、ほっぺをつけることがないじゃん、こう、2回。ない。なんか、どの、なんか、どんな感じで2回鳴らせばいいのか。最初音鳴らなかった。ね、なんか、
みたいな。そうだよね。一緒一緒。めっちゃ一緒だわ。あ、めっちゃおもろい。全然、そうだよね。もうそれ最初ちょっと悩んだ。中南米と日本は愛情表現の仕方違うし、まあ中南米だけじゃないけど、うん、それはなんかすごい、なんか日本人の友達がコロンビアでいて、うん、彼女、その友達の彼女はコロンビア人だったんだけど、彼女はすごいコロンビア人、あの、うん、日本語も喋れない、日本にも行ったことない、うん、もうコロンビア人だった。で、彼氏は日本人なんだけど、まあスペイン語も徐々に喋れるようになったけど、でもやっぱ日本人の考えがあったから、うん、表現が足りてなくて、うん、すごいぶつかってたね。うん、なんでもっとテキエロとかテアモって言ってくれないのとか、で彼女はもう私のこと本当に好きなのかなとか、なんかすごいそういうのがあったね。うん、で彼氏は彼氏ですごい頑張ってるつもりなんだけど、十分じゃないみたいな。うんうんうん。龍馬さ、あの、Five Love Languages っていう本読んだことある？ない。5つの愛の言語なのかな、翻訳は。うん、あって、なんだっけ、まず最初に、Physical Touch。まあ、触ること。触ることってなんか言い方変だけど、フィジカルタッチ、接触かな。でもう一つは、二つ目が words of affirmation、 だから言葉で I love you って言ったり、まあ、大切だよって言ったりすること。で三つ目が gifts、 なんかプレゼントをあげたりすること。四つ目が quality time、 一緒に時間を過ごしたり一緒に何かをすること、自分の時間をその人と共有すること。で、最後が、act of service。だから、例えばその人のために何かを、まあ、その人のために掃除したり、その人のために何かをしてあげることらしいんだけど、なんかその南米で感じたのは、メインがフィジカルタッチと、words of affirmation じゃん。そうだね。それで表現する、まあ人にもよるけど、まあ基本的にそうだね。それがそう愛の表現の仕方じゃん。でも日本人ってそれはしないけど行動で見せると思うんだよね。うん、そうだわ。まさにそう。そう。だからラブラングエージ違うだけ。ああ、いいこと言ったわ。え、まさにそうだね。そう。面白いわ。で、その本読んだときに、あ、そうだ、みたいな。なんか、例えば私のお父さんとハグしたの、いつだか覚えてないもん。え？日本帰って、うんうん。ハグしない？あ、したわ。したわ。ああ、よかった。でも、普通しないよね、みんなね、多分でも。そう。私が、まあ、スペインとかメキシコに住んでたから、ハグ好きだから、普通にお父さんとかにも、まあ、行ってきます、みたいな感じで、まあ、ちょっとポンポンってするかもしれないけど、行ってきますって、ハグするようになったけど、お母さんにも。基本的にしないし、なんか、I love you って、大好きだよとか、愛してるよとか、言われたこと、父さんに言われたことないと思う。多分小さい頃かな、わかんない、覚えてないだけかもしれないけど、うん、ないけど、例えば私が実家に帰ってくるたびに私の好きな料理が用意されてるとか、私の誕生日に、私サーモンとアボカド大好きなんだけど、お父さんがサーモンとアボカドでなんかバラみたいなお刺身の、超優しい、バラみたいなのを作ってくれたりして、かわいいお父さん。そう、その時に、ああ、やっぱり行動で表すんだなと思って。そうなんだ。そうだね。行動だよね。あの、言葉？言葉の感じ？うんうんうん。なんか、ことの葉？うんうんうん。言うと葉っぱ？うん。
で、葉っぱは、木の葉っぱはやがて落ちてなくなるじゃん。だから、なんか言葉も言うと意味がなくなっちゃうっていう、あの、神道の考え方らしい。だから日本人は、まあそう考えてるわけじゃないけど、それが文化にあって、だから余計にそういう好きとか愛してるとか言うと意味が薄れちゃうから言わないようにする。 それ知らなかった。ことの葉、めっちゃいい、めっちゃいいこと聞いた。勉強になります。確かにそうだよね。なんか言いすぎたらその言葉の重みがなくなるんじゃないかっていうのが日本人の考え方かもしれない。そうそうそう、それは実際そう思っちゃった俺は。なんかラテンアメリカに住んでて、うん、毎回電話でテケロなんかとか、家出るときにオッケーテケロチャオみたいな、なんかなんて考えずに言ってる感じ。そうだよね、そうだよね。わかんないけどそういう感じが俺にはちょっとしちゃった。なんかもう言うのが当たり前になってしまってるっていう感じ。 それはあるかもしれないね。まあそれを毎回 I love you とかテキエロっていう時に気持ちを込めて言ってる人もいるかもしれないけど、確かになんか I see you, love you っていうのはなんか確かになんか see you のもう一瞬になってる感じ。そう、see you, love you。確かに。なんか日本人の感覚的に、なんか時々言うから、すごく意味がある。そうそうそう。そう思う。わー、そうかも。いや、なんか、深いね。深い。深いよ。深い。そう。だから、日本人は愛を表現しないんじゃなくて、表現の仕方が違うだけだと思います。そう、 そうですね。そう。だから今もし日本人と付き合っていて悩んでいる人いたら、もっと行動を見てあげてください。ちょっとね、恋愛カウンセラーの人ですか？そう、そうです。恋愛マスター。恋愛マスター。そうそう。そう、そうです。そうそう。そうなんですよ。だからね、多分、まあ、感情表現するしないがこれがいいとか悪いとかそういうのは関係なくて、文化が違うだけですっていうのがまとめかな。そうですね。 そう、はい、そしてさらにそこにシャイも出てくるよね。なんかI love you っていうことにちょっとシャイな感じがあるよね、気持ち。あるね。なんか恥ずかしい。そうだね。でも恥ずかしいけど、その恥ずかしいのに言ってくれた I love you とか。それも最高なやつだわ。最高なやつだわ。ちょっと。一番重みがある。やつですよ。あ、めっちゃ面白い。もうなんか今日面白いからなんかずっと涙出てくる。いや、ありがとう。嬉しいわ。いや、ぜひこれなんか日本人と外国人のカップルの人たちに見てほしいね。なんで I love you って言ってくれないのって言われて、なんでだろうって多分みんなわかんないよね。理由はこの love language が違うからっていう。そうそうそう。このビデオ、素晴らしい。素晴らしいビデオを生み出したね、俺ら今日。めっちゃ。いや、本当に。編集にかかってる、もう。編集にかかってるよ。頑張りますよ、編集。うん、いや、でも、編集しなくても、編集しなくてもめっちゃ面白かった、今日の会話は。もうなんか、これ動画で撮ってなくても、この会話すごく楽しかった。うん、そうね。いや、もういろんなトピックについて話したい。本当に。いろいろこれから話しましょう。いろんなトピックについて。そうしましょう。トピックもなんか、何？サジェッションもらって。確かに。視聴者の皆さんから、なんか、
このトピック話してほしいっていう。そう、リョーマミクシリーズの、リョーマミクシリーズ作って、リョーマとミクに何を話してほしいですかっていうのを、はい、皆さん、ぜひお願いします。リョーマとミクに何を話してほしいか書いてください。お願いします。はい。全部コメントを読んでます。ということで、今日はこの辺りで終わりたいと思います。皆さん、聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた次のビデオで Five Love Languages の本読んでね。みんな、めっちゃいい本、めっちゃいい本。わかりました。読みます。はい、お願いします。じゃあまたねー。バイバーイ。バイバーイ。OK。OK。